ビの前の良い子の皆さん、こんにちは。ムーミン谷は今ちょうど朝になりました。今日はムーミンと一緒にテレビっ子で遊んでね。あらあら、ムーミンはまだ寝ているみたいね。さあ、みんなでムーミンを起こしましょう。ムーミン、ムーミン。みんなどうもありがとう。こんなにお祝いしてくれて僕嬉しいよ。ムーミン、ムーミン。ん、いけない、もうこんな時間だ。そうだ、今日はテレビの前のお友達に電話をする約束をしてたんだ。じゃあみんな、これからテレビっ子のテストをするよ。ベルが鳴ったら受話器を取ってね。もしもし、僕ムーミン。今日はテレビっ子で一緒に遊ぼうね。あ、ママが呼んでる。今日は僕の誕生日だから、きっとママがごちそうを作ってるんだ。じゃあまた後で電話するね。なに、ママ。悪いけど、オーブンの中のものを出してちょうだい。はーい。はあ、いい匂いがするぞ。ママは何を焼いたのかな。やっぱり僕の誕生日ケーキかな。みんなに聞いてみよう。もしもし、ムーミンだよ。君はオーブンの中身が何かわかったかな。シルエットを見て当ててね。じゃあ、答えだと思う番号のボタンを押して。当たり。外れ。オーブンの中身は3番のパンでした。てっきりケーキだと思ったのに。ママ、僕の誕生日を忘れちゃったのかな。ママ、ママ。あら、どちらへ？はあ、ママ。ちょっと探し物があるんで、出かけてくるよ。でも、お昼までには帰ってきてくださいね。ねえ、パパ、どこへ行くの？僕も一緒に連れてって。ねえ、いいでしょ？ダメだよ、ムーミン。今日はお仕事で出かけるんだからね。ちゅ、今日は僕の誕生日なのに。あ、そうそう。今日は大事なお客様が来るから、大掃除をしなくちゃいけなかったんだわ。邪魔だからムーミンも外で遊んでらっしゃい。でもお昼までには必ず帰ってくるのよ。ああ、本当にパパとママ、僕の誕生日を忘れちゃったのかな。あの木の下に座っているのが誰だかわかるかな？さあ、ボタンを押して。よくわかったね。ハズレ。答えは僕だよ。やあ、スナッキン。やあ、ムーミン。何を作ってるの？これかい？悪いけど、今はムーミンには教えられないな。どうしてさ、僕に教えられないほど大事なものなの？ああ、そうさ。いいだ！スナッキンのケチ。いいよ別に。僕もそんなもの興味ないよ。邪魔して悪かったね、スナフキン。ムーミンはわからなかったけど、みんなは僕が何を作っているかわかったかな。受話器は置いたまま答えて。その通り。残念、答えはヨットだよ。さ、あとは色をつければ完成だ。これならムーミンもきっと気に入るぞ。どうやらこのヨットはムーミンの誕生日のプレゼントだったみたいですね。でもそんなこととは知らないムーミンは。ちっ、なんだスノフキンのやつ、意地悪しちゃってさ。そうだ、フローレンならきっと僕の誕生日を覚えててくれてるはずだ。やあ、ムーミン。フローレンいますか？ついさっき海岸に行くって言って出てったよ。海岸に？
海岸なんかに何しに行ったんだろう。ミーとスニフだ。もしもし。じゃあここで質問だよ。君は外で友達に会ったらなんて挨拶するかな。1番おやすみなさい。2番こんにちは。3番ありがとう。さあボタンを押して。当たり。こんにちはだよ。こんにちは、ミー、スニフ。何を話してたの？ムーミンには関係のない話よ。ねえ、スニフ。そうそうそう。聞いても面白くもなんともない話さ。いいじゃないか。ねえ、教えてよ。ごめんね。私たちちょっと急いでんの。じゃあねー。じゃあね、ムーミン。ねえ、ちょっと別に聞きたくないよ。ミーとスニフのケチンボ。その頃、ムーミンパパはムーミン谷から遠く離れた森の奥にある子供の頃によく遊んだ秘密の隠れ家へ向かっていました。そろそろ途中に作っておいた目印があるはずだぞ。あった、これだこれだ。隠れ家は確か左の方向だったな。さて、みんなは左を指した矢印がどれだかわかるかね。受話器は置いたまま答えて。正解だよ。答えは2番だよ。なかなかいいのが見つからないわ。フローレン！フローレン！一緒に遊ぼうよ！いけない。ムーミンだわ。フローレン！どうして逃げるのさ。ごめんね、ムーミン。今は遊べないの。フローレンまで。みんなひどいや。僕だけ仲間外れにして。今日は最低の誕生日だよ。またムーミン谷に用なの？いや、今は旅の途中なんだよ。これからムーミン谷よりももっと北の遠い遠い寒い国へ行くのさ。へー、北の国に。ねえ、一緒に連れてってくれない？僕家出するんだ。おー、家出か。なあムーミン、北の国へ一緒に行くのは構わんのだが、その前に家出の理由を聞かせてくれないかね。ねえムーミンママどう？いけませんよ、食べ物で遊んじゃ。ごめんなさい。それにしてもさっきムーミンと会った時はほんとヒヤヒヤしたわ。そうだね。まさか本人の前でムーミンの誕生日パーティーの秘密の相談をしてましたなんて言えないもんね。そうよ、せっかく後であーって驚かそうと思ってんのに。さ、あとは焼くだけね。ねえ、こっちを見て、僕の方が多いみたいだよ。あら、私の方がたくさん作ったわ。違うね、僕の方さ。もしもし、みーよ。みんなはどっちのクッキーの方が数がたくさんあると思う？さ、ボタンを押して。はずれ、多いの私の方よ。1、2、3、4、5、6、7。さあ、美味しそうに焼き上がったわ。私の方が2個多いわね、スニフ。おいしい。ほら、これで一緒さ。なんてことするのよ。いいじゃない、ちょっとくらい。もう、本当にスニフったら食いしん坊なんだから。じゃ、みんなに聞くわよ。はじめ、二
二人のクッキーは合わせて12個あったんだけど、スニフがつまみ食いした2個を引いたら、残りはいくつ？1番8個、2番9個、3番10個、4番11個。さ、ボタンを押して。そうよ、大正解。はずれ、10個よ。遅くなってごめんなさい。いらっしゃい、フローレン。こんにちは、ムーミンママ。ねえ、ムーミンのプレゼント見つかったの？ええ、当ててみて。私が海岸で見つけたキラキラ光るプレゼントは何か、みんなにはわかる？さあ、ボタンを押して。はい、正解よ。残念、見つけたのは貝殻よ。うわあ、綺麗ね。本当に綺麗な貝殻ね。これならきっとムーミンも気に入るわ。ん？何かいい匂いがするぞ。あ、いけない、ケーキを焼いていたんだわ。あらあら、焦げちゃうわ。やっと準備が終わったわ。あとはムーミンとパパが帰ってくるのを待つだけね。その頃パパはようやく森の中の隠れ家に到着していました。昔のまんまだ。さて、鍵を開けなくっちゃな。ここの鍵はどれだったかな。そうそう、確か鍵穴の周りの模様と同じ星形の鍵だったっけ。さ、みんなはどの鍵だかわかるかな？はい、ボタンを押して。はい、ご名答。残念、答えは1番でした。懐かしいな。みんな昔のままだ。海で拾った船の舵も。どれにも私の思い出が染み込んでいる。よくこのハンモックに揺られていろいろな冒険を夢見たものだ。お！いった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 。紐が古くなってたんだな。おお！やはりめちゃくちゃになってしまったな。ん？しまった！親友にもらった大事な絵皿が、かけらを見つけてくっつけるか。ああ、でも同じようなかけらが多くてわからないな。ねえみんな、この絵皿を元通りにするには何番のかけらをくっつければいいのかな？さあボタンを押して。そうだ。外れ。答えは2番だよ。このお皿は私が生まれて初めてもらった記念の誕生日プレゼントだからな。ムーミンにも何か記念になるような素敵なプレゼントをあげよう。きっとあの箱に何かいいものがあるはずだ。確か水玉模様で赤い蓋の箱だったな。さてどれかな？ボタンを押して。当たり。4番の箱だよ。みんな子供の頃の宝物ばっかりだ。それぞれに懐かしい思い出が残っているな。さて、ムーミンには何をあげようかな。そうだ、これにしよう。これでよく遠くの海を眺めて海賊ごっこをしたもんだ。さて、遠くが見えるものはどれかな？ボタンを押して。正解だ。
答えは望遠鏡だ。丘からこれで覗けばムーミン谷が全部見渡せるぞ。これならきっとムーミンも喜ぶぞ。みんな僕のことが嫌いなんだ。僕はムーミン谷を出ていくんだ。だからお願い、飛行鬼さん、僕を遠い北の国へ連れて行ってよ。わかったムーミン、それほど決心が固いのなら北の国へ連れてってあげよう。だが条件がある。ムーミン、お前は私の弟子になるのだ。え、あ、うん、それでもいいけど。どうした、やっぱり家ではやめるかね。わかった、僕あなたの弟子になるよ。だから北の国へ連れてって。そう来なくてはな。よし、それでは弟子になるための試験を始めるぞ。よし、この辺でいいだろう。降りるぞ。おお、じゃあ早速試験を始めよう。池に何があるの？まあ見ていればいいさ。おたまじゃくしだ。さて第一の試験じゃ。心の準備はいいかね、ムーミン。うん。もしもし、飛行鬼じゃ。君もわしの試験に挑戦してみてくれ。じゃあ、問題だ。このオタマジャクシが成長すると何になるかな？よし、正解だ。残念、カエルだ。よくわかったな、ムーミン。第一関門は突破じゃ。よし、次の問題だ。第二の試験はこれじゃ。この虫はある虫の幼虫だが、さてこれが大きくなって成虫になると、何に変わるかわかるかな？さあ、テレビの前のみんなも考えて。はい、ボタンを押して。はい、正解。答えは蝶だ。やっぱり蝶だ。なかなかできるな、ムーミン。よし、次はこの問題だ。名前の始めにつく文字が違う動物はどれかな？はい、正解だ。残念、間違いだ。答えは一番のウサギだね。次は美術の試験じゃ。この絵と同じ絵は何番かな？さあ、ボタンを押して。よくわかったね。答えは2番だ。ほら、やっぱり2番だ。おー、観察力もいいようだな。だが次の問題はどうかな？もう一度観察力を試すぞ。このウサギと同じ模様のウサギはどれかな？よく見て答えて。はい、ボタンを押して。すごいぞ、正解だ。残念、答えは2番だ。
なかなか優秀だぞ、ムーミン。だが、頭が良いだけでは弟子にはなれんぞ。今度は礼儀作法じゃ。朝の挨拶はおはようございます。昼間の挨拶はこんにちは。では、夜の挨拶は何かな？さあ、大きな声で言ってみよう。こんばんは、だね。おお、偉いぞみんな。ムーミンもちゃんと挨拶ができるんだな。任しといてよ。では次の問題だ。外から帰った時や何かを食べる前にしなきゃいけないことは何かな？1番、服を着替える。2番、くしゃみをする。3番、踊りを踊る。4番、手を洗ってうがいをする。さあ、ボタンを押して。そうだね。はずれ、答えは4番だ。テレビの前のみんなも外から帰ったらちゃんと手を洗ってうがいをするように習慣づけようね。よくここまで来たな。よし。それでは最後の問題だ。黒ひょうに乗りなさい、ムーミン。おお！ねえ、どこへ行くの？どうしてムーミン谷に戻ってきたの？僕ん家じゃないか。ここで最後の試験をやるのだ。パパだ。どうしたんだろう、あんなに急いで。ムーミン、それでは最後の問題だ。この水晶玉を覗いてみたまえ。あ、パパとママだ。まだムーミンが帰ってこないのよ。ムーミン、仲間外れにされたと思ってるんじゃないの？そうだね。よりによって誕生日パーティーの前に僕たち全員と出会ってことごとく無視されたんだからね。ほんと、計算外だったわ。はあ、こんなことになるんだったら誕生日パーティーのこと教えてあげればよかったね。怒って家ででもしたかな。パパ、冗談でもそんなこと言わないでくださいな。私たちのムーミンはそんなことで怒って家出をするような子じゃありませんよ。きっともうすぐ帰ってくるわ。みんな、じゃあ最後の問題だ、ムーミン。これでも君は私と一緒に北の国へ行くのかね？ごめんね、飛行鬼さん。僕、北の国へは行かないよ。よし、合格だ、ムーミン。早くみんなのところへ行きなさい。おー！じゃあ、さよなら、飛行鬼さん。早く行きなさい。うん。行っちゃったのか。ムーミン。ただいま。ムーミン、お誕生日おめでとう。ああ、プレゼントまでこんなにたくさん。みんなどうもありがとう。ごめんね、ムーミン、パーティーのこと内緒にしてて。僕すっかり騙されちゃったよ。ねえねえ、ムーミン、僕のプレゼント当ててみてよ。え？何かな？さあみんな、僕が今鳴らしてる楽器はどれかな？はい、ボタンを押して。当たりー。答えは笛だよ。それは君が大切にしていた笛じゃないか。前にすごく欲しがってたからさ。いいんだ、あげるよ。どうもありがとう、スニフ。大切にするよ。よいしょ、よいしょ。じゃあ、ムーミン、これが私からのプレゼントよ。大きい箱と小さい箱、どっちがいい？じゃあ、大きい箱。わかったわ、こっちね。ああ、驚いた。でもとっても嬉しいよ、ミー。いたずらされて喜ぶなんて変なムーミン。じゃ、小さい方もあげるわ。
ああ、木の実だ。ありがとう、ミー。それでは、ここでムーミントロールから皆様へのご挨拶がございます。皆さん、今日は僕の誕生日に集まってくれて、どうもありがとう。僕は、こんな素敵な友達と、パパとママを持って、本当に幸せです。今日のことは、僕が大人になっても、きっと素敵な思い出となって残っているでしょう。それでは皆さん、ささやかなパーティーですが、どうぞ楽しんでいってください。おめでとう、おめでとう。さあ、早くろうそくの火を消して。みんな、本当にありがとう。もう寝たようだな。ムーミーはいいお友達を持って幸せね。そうだな。じゃあ私たちもそろそろ寝るか。そうね。目の前にあるみたいだぞ。あ、飛行鬼さんだ。飛行鬼さん、今日は本当にありがとう。またムーミン谷に来てね。今ムーミンの声が聞こえたが、まさかな。さ、早く北の国へ急ごう。これで今日のお話はおしまいです。面白かったかな。君も友達を大切にしてね。それじゃ、バイバイ。